福島県の凍結した国道で7日早朝、合わせておよそ70台が巻き込まれる多重交通事故があり、4人が軽い怪我をしました。7日午前7時半過ぎ、福島県北方市と湯川村にまたがる国道121号線の5カ所で合わせておよそ70台が関係する多重交通事故がありました。警察と消防によりますと、 この事故で30代から50代の男女合わせて4人が軽い怪我をしたということです。現場は合津若松と北方を結ぶ国道のバイパスの役割を果たす自動車専用の道路で、事故が起きた5カ所には車が十数台ずつ止まっており、北方と湯川北インターチェンジの間が通行止めになりました。濃い霧と路面の凍結が事故の原因とみられ、 警察が詳しく調べています。